どうも皆さんこんにちはこんばんは、木更津と申します。狼カミカミ実況プレイパート63、今回はですね、竜の庭にやってきましたので、竜玉という秘宝を探すことになるんじゃないかなと思います。おい天子、さっきから妙に女が多くねえか？男なんか一人も見かけないぜ。こりゃなんだか気が緩んじまうな。じゃあここ穴掘りします。おや、なんだよこのワンコ、荒れた泉を掘ったりして。まさか泉の下の岩盤をぶち割れば水が出るってことを知ってるのか？おめえ鼻が利くだわさ。わしもそう睨んでいたんだわさ。よっしゃワンコ、わしと一緒に地下へ潜って岩盤を割って憩いの泉をよみがえらせるだわさ。あー、またこれですね。苦手なやつです、あの穴掘り。多分カットされるんじゃないかなと思いますが、一応頑張りましょう。手伝いますよ。まあ最初は多分一発でできることはないと思うので、ルート確認をして2回目以降で頑張るという形になると思います。はい、じゃあ穴掘りの段取りを説明するだわさ。と言ってもおめえ穴掘りは得意だろ。わしは一番下の岩盤についたら渾身の力でパンチをかますから、おめえはひたすら穴を掘ってわしを一番下まで連れていくだわさ。説明もう一回聞くか？さすがに4回目ともなると慣れてるので意味はわかります、聞かなくても。でも苦手なものは苦手なんですよね。それじゃあ頼んだわさ。うへえ。何このトゲトゲいっぱい、ありえない。え、もう一番下じゃん普通。あー、わかったよ。もうこれじゃない、壁伝っていけとかそういうことじゃない。ちょっと待って、あれコマンド今までと同じなんです。え、でも、え、もう一番下の岩盤についちゃってるよ。あの人は？あの人が見えない。いやいや、ルート確認も何もやることないんですけど。え？こっちじゃないの。え、ほんと意味がわかりません。意味がいつもと全然勝手が違うんですけど。
何、今回は下から掘るタイプなんですか？腕技は使えないのか、使えないよな。早速積んだんですけど行き先がない。あー、分かったぞ。ここに爆弾やって2個一気に壊してしまう。でも通れないじゃん。ダメじゃん。
が痛い。早くおいで、早くおいで。もう地面につくよ。早く早く。お願い、急いで。ここね、はいはい、掘るよ。やった、できた。ということで、だいぶ時間がかかってしまいましたが、クリアすることができました。やったやった、やっただわさ。わしの渾身の一撃が炸裂して岩盤をぶち割っただわさ。ほら見るだわさ。泉もすっかり蘇っただわさ。はあ、頑張りました。あら、泉は蘇ったけど、くるくるがない。くるくるの泉なんてただの泉よ。何、本当はここに渦巻きかなんかあったんですかね。せっかく泉がよみがえったのに、くるくるはどこへ行ったの。くるくるがなくちゃ私たちお嫁に行けないわ。じゃあ行かなくていいんじゃないですか。くるくるの泉でリフレッシュするのが唯一の楽しみだったのに。何、くるくるって。あ、待って、宝箱。牛の角の飾りを手に入れた。幸福のお札を手に入れた。何、くるくるって。くるくる。くるくる。うわ、あそこに宝箱あるや。どうやって行く。こりゃまずいだわさ。くるくるの泉から大事なくるくるがなくなってるだわさ。くるくるがなくなった。そうだわさ。くるくるのおかげでわしらは今まで健康を保ってきただわさ。そのくるくるがなけりゃわしら生きる希望を失うだわさ。ごちゃごちゃ話していても始まらねえ。みんな一致団結してくるくるを呼び戻すだわさ。わしらの情熱をぶつけるためにこの泉の周りを全速力で駆け回るだわさ。なんか洗濯機を思い出しますね。おっと、濡れ神様。どんな声だったっけ、忘れちゃった。おお、我らが自母アマテラス大御神、あの者たちの強き熱情に応えたもう、おもとのお志に打たれ、この濡れ神新たなる技を得得しはべるぬ。あの者たちの熱情を己が力に変え、水飛びの妙技を御前に捧げたてまつらん。濡れ神様ってあれですよね、最初に会った時はアマテラスと離れ離れになって袖を濡らしていたって言ったけど、お前袖ねえだろって言ったんですよね、確かね。覚えてますよ。泉にくるくるが蘇っただわさ。くるくるの泉は本当の名前を万有泉と言って、竜宮一族が地上の国を見そなわすために作った旅の扉なんだわさ。くるくる模様が現れた時に飛び込めばいろんな場所に行けるから、わしらもたまにこの泉を通って地上へ遊びに行くんだわさ。あの人魚の泉のことですね。古銭を投げ入れておきましょうか。じゃあ
っと、乙姫様には内緒にしておくんだぞ。とにかくワンコ、おめえの活躍には随分助けられたから、開けてびっくり宝箱をくれてやるだわさ。どうもありがとうございます。やっぱり最後にものを言うのは体力だわさ。これからの竜宮踊り子隊は体力を売りにしていくだわさ。そうかい、そりゃ頑張りな。それにしても天子、お前も大した筆遣いだったぜ。あの技をそこかしこの人魚船で使えば、いつでも旅の渦を呼び出せるんじゃねえか。これからはただで国中を旅し放題かよ。そうなの？古船いっぱい買っちゃった意味ないじゃん。こりゃ筆に磨きをかけた甲斐があったってもんだな。絵巻、水郷の極意を手に入れた。ちょっと読んでみましょうかね。光差し込みたる人魚船にて、水郷の筆技を持って水面に渦を描くとき、水郷の極意、水飛びがその力を発揮する。水飛びの技を持ってすれば、遥か彼方の人魚の泉にその身を移すことができよう。はい、ということで、なんか新しいワープの力を入手しました。実は、もう一個ワープの力があって、ですね、なんかもらったんですよね、あの牙と交換してもらうやつ。あれ、まああのあれなんですけど、なんか春神様の霧の神様の力で物ザネの大鏡に×印を筆で書くと他の物ザネの大鏡にワープできるみたいなのが確かあったんですけど、一回も成功してないのでやり方がよくわかりません。まあそんなこんなで今回水飛びの力を手に入れましたというところで、このパートを終わりたいと思います。ここまで見てくださってありがとうございました。相変わらずミニゲームが苦手な木更津でしたが、もしよければ次回も見てくださると嬉しいです。それでは。